らしい。久しぶりやな。久しぶりだね。完璧や。完璧よかった。今日悩み相談なんだけど、はなちゃん初めて？そう、初体験。エロい。そうなの？ドキドキする。ドキドキするね。それじゃあ今回のゲストをお呼びします。どうぞ。スイタ店の主任の米田と申します。よろしくお願いします。お願いします。やっぱり米ちゃんですか？米ちゃんですね。米ちゃんですね。店長からも米ちゃんっていう。ああほらやっぱり、はい、私に安い。私たちもちょっといいです。あ、全然、はい、やった。米ちゃんって呼ばせていただきます。本日のお悩み教えてください。はい、はい、ツイッター担当としてこのギャリラフィー軍団っていう形で、前まで3人でやらせていただいてたんですけども、1人、はい、軍団長が転勤になってしまいまして。見えますか？すごいね。そうで、このセンターの軍団長が転勤になってしまいました。今、軍団じゃなくなってしまったんで、ノーラフィー軍団だったと、はい、あらまあ、何か、その、可愛いと言いますか何かあったらキャッチコピー、はい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 、はい、なるほど。あの、でもじゃあ2人でやってってことですよね。そうですね、今、現状2人になってます。え、1人追加はしないですか？じゃあ、ちょツイッター担当は1人増えて、あの、女性の方が増えてるんですけど、その方、じゃあ、やりラフィーは無理。この方はやりなくてはない。確かにそうですね。この3人じゃないと意味がないですよね。じゃあ新しく名前、なんかブルッのチームみたいな。確かにそうですね。ね、女、そうそうですよ。女の方1人と男性で2人だから、さすがに時代遅れでしょ。そうだ、言ったらブルッのチームさんに失礼だけど、キャッチコピーってめちゃめちゃ難しいですよ。私たちもだってこのね、題名考えるのもわけわかんなかったですよ。よう分からなかった。ブロッコリーはミニ盛りみたいな。わけわからへん名前出てきたりとかね。いや、ほんまにほんまに。なんかないかな。なんか、かしれ文字とかなんかあるんですか、その。確かに、名前の。なんか、KYK みたいな。ヨネちゃんの Y とかね。Y と H と、西野さんの N。ツイッター担当というのをアピールしたかったりします？あ、そうですね、アピールはしたい。すごい素敵な感じで、あ、はい、なんかツイストみたいな感じのなんか、あ、なるほどね、ツイッターをかけてね、感じにしたらどうかな。私ほんとまだ下ネタしか考えてなかった。ほんまにまだ怖い自分が。あれって名前何だったっけ、あの3人は。ブルーのチエミウィズビー。あ、そうですね。でも悪いかも。なんかその二人のなんかあれをウィズビー的な感じを決めてもいいかも。ウィズなんちゃらって入れれるから、二人入れたらその両方の男性の二人のそのなんかウィズなんちゃら的なお酒決める。あ、確かに、確かに。なんかなんやろな、二人とも髪にパーマがかかってるから。パーマ？パーマ入ってる。もうぶっ込む？サワヤが顔だけ。それもう全然褒めがないよ。ほらほら、絶対だってそんな気すんもん。顔だけやり、うん、ほんまに。そういうインパクトの方がいいかなって思うんで。趣味がジムで、好きなものがお酒です。ジム通ってるのに。お酒飲んじゃうの？ほんで、サワヤがやるのに。なんてやばい。なるほどな。めちゃめちゃアンバランスや。え、アンバランス、アンバランスよくない？めっちゃいいよこれ。めっちゃいいや。めっちゃいいです。そうだ、あの女性の方がどうかわからないけど、まあ2人は確かにめちゃめちゃ今知ってる私たちの情報ではすごくアンバランスいい。確かに、え、いいじゃん。そうしましょう、そうしましょう。
決定決定女性のところにアンバランスなところあったらいいけどね、まだ、すごく可愛いけど、めちゃネットゲームするとか。あ、なるほど。チーム、アンバランスに決まりました。ありがとうございます。やめた、やめた、やめた。やめた。ママちゃん、やるよ。いえ、すごっ。じゃあ、そんな感じで、今日のお悩み相談は以上になります。ヨネちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、さようなら、さようなら、ありがとう、ペコリ。バイバーイ。この番組は、キコーナ大阪、北摂エリアご協力のもとお送りしております。